日本東京都世田谷区北沢地域下北沢、下北沢ファッション店下北沢の神社下北沢は東京都世田谷区の北東部に位置する下北沢駅周辺の地域名。おおむね同区北沢の全域と大沢の一部あたりを含む下北沢村がかつて存在した。略して下北とも呼ばれる。町名としての北沢は現行行政地名では 北沢1丁目から北沢5丁目。郵便番号は155-0031。なお、下北沢という住所は存在しない。台沢に含まれる部分については、台沢も参照のこと。下北沢駅周辺には、個性的な古着屋や飲食店、ライブハウスが集積している。下北沢は、テレビや雑誌などで、吉祥寺、三軒茶屋、自由が丘、中目黒、 大蟹山などと並んで、若者の街、古着屋の街、ファッションの街、サブカルチャーの街と紹介されている。また、ホンダ劇場を中心として、多くの小劇場が立ち並び、演劇の街としても知られる。新しい店舗の多くは、最近のメディアなどで集まる客を相手にする一方で、昔ながらの店舗も残り、新旧が混在している街である。 国士館大学世田谷、梅ヶ丘キャンパス、明治大学泉キャンパス、東京大学駒場キャンパスなどが近いため、学生の訪問も多い。北には渋谷区笹塚、旗ヶ谷、東に、道区大線、上原、目黒区駒場島、南に、世田谷区、池尻、大志堂、西に、道区大田、大原に接する。鉄道は、下北沢駅の他に、東北沢駅、 池の上駅が設けられている。道路は茶沢通りの他に東京都道420号サメズ大線線や井の頭通りが通るものの自動車はもとより休日には自転車の相互通行もままならないような福音2メートル程度の京小路地が多く下北沢駅前の商店街などではそれら京小路による安全上の問題が指摘されている。河川は北沢側が 西から東に流れ、さらに北沢側に合流するいくつかの小川、水路等が一部で起伏のある地形を形成し、下北沢駅は支流が形成する谷に位置している。下北沢のほとんどが北沢側の流域にあたる。他に玉川上水の水路が笹塚との境界付近を、おおむね北西から旗ヶ谷方面に向けて通る。ただ、これらの河川島は、 昭和時代までに、ほぼ暗挙化され、遊歩道の敷地などとなっている。さらにかつては、東地区北部で、三田用水が、玉川上水から分水され、大船町、上原との境界に沿って流れていたが、暗渠化の後に廃止されている。玉川上水の水路は、現在ほぼ暗挙化され、遊歩道として整備されている。池の上駅や東北沢駅は、谷に狭まれた。 大地上の地形に位置する。なお、この起伏は、井の頭線の車窓からもよく見える。メディアで取り上げられ続けている、下北沢駅前のイメージが強いが、それ以外の東北沢、池の上の両駅前などに、近隣商業または路線商業地域が形成されているものの、それ以外はおおむね住宅地で、中小規模の共同住宅、木造等の小建て住宅が多い。 京王井の頭線及び小田急線の利用で、渋谷、新宿へ十数分でアクセスでき、利便性が高い。かつては、佐藤栄作、竹下登る亭もあった、閑静な住宅地の区域もある。下北沢東通り、下北沢駅は小高い丘を挟んで位置し、南口は低く、西口周辺は高い位置にあり、京安い長い路が入り組んでいる。こうした、 地域特性から周辺住民を対象とした雑貨や古着や生地屋などが古くから存在しコットンタウンと呼ばれ脚光を浴びた時期もある。いくつかの店舗名にコットンをつけたものがあることで当時の名残が忍ばれる。また北口の駅前には下北沢北口駅前食品市場という小規模な小売店が集まる一角が2017年9月まであった。 1948年頃から駅前に集まった店がトタン屋根の下で市場を形成し始めた。最盛期の1970年頃には約70店が営業していた。商業地域はそれより前からある小田急線の線路で概ね区分される状態で複数の商店街組織がある。街並みの状態や下北沢に警察署がないことなどが 帰って商店街レベルでの防犯への危機感に繋がってきている面もある。パチンコ店や北沢八万宮例大祭での露店からの暴力団排除、近年では落書き消去、防止の活動に力を入れている商店街もある。落書き消去は東京周辺などの他地域の商店街からも注目され、たびたび報道でも取り上げられている。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、北沢一の24の15の地点で65万7千円平方メートルとなっている。もともと、この地域は、東京府江原郡下北沢村であり、世田谷町への合併を経て、世田谷区北沢、台沢になった。大ね現在の北沢1丁目から5丁目及び大沢、台沢2.3。 5丁目並びに4丁目の北東部、及び、大田5.6丁目の東側のごく一部が、旧下北沢村に該当する。なお、大沢には、下北沢イコール旧北沢の一部以外に、大田の飛び地、下、大田等が編入された。元々の中心は、現在の大沢3.5丁目付近、北沢八万部、森岩尾寺。 淡島神社文社や大沢小学校のあるあたりであり、明治時代の旧版地図5万分位地図名、東京西南部明治45年宿図には、下北沢本村の文字が見られる。現在も、茶沢通り沿いに、商業地域が形成されている。起伏のある地形からか、山屋のつく字がいくつか見られた。百二十七年の下北沢駅開業後、もともと水田地域であった。 同駅周辺に商業地が形成され地域の重心が移っていった。他の部分の宅地化は低都線開通、池の上などの集落の形成を経て急速に進んでいった。この急速な宅地化に街路など公共スペースの整備が追いつかずに強小な街路が目立つ街並みとなり、宅地化後は全体的に大きな変化はなく推移してきた。宅地化の進む過程で企業が 厚生施設や研修所などを設ける例も参見されたが、近年、急速にこれらの施設の廃止が進んでいる。1991年4月、世田谷区にご総合支所がオープンし、下北沢には北沢総合支所が設置され、世田谷区北沢地域の中心となっている。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ホンダ劇場東京都と小田急電鉄は小田急線の複々線化及び連続立体交差事業事業を進めている。以前から下北沢駅周辺の市街地整備について地元商店街や町内会などの要望もあり、世田谷区も入って検討を重ねてきた。これはもともと日用品を求める。 地域住民等買い物客の回遊性や安全性の向上が目的だった。さらに1990年代以降、阪神・淡路大震災等の発生、景観、治安、バリアフリーへの一層の重視、蒸気連続立体化などの進展などを背景に、区が2006年に策定した地区計画の主な内容は下記の通りである。一方、こうした動きに対し、 社会学者の吉見敏也や音楽家の曽我部圭一らが反対を表明した。また、世田谷区都市計画審議会でも学識経験者らの委員から反対意見があった。日本建築学会は、都役に見直しを求める要望書を提出した。現在は、劇団、ライブハウス、パブスナックを中心に、 下北沢商業者協議会が組織され反対運動をしている。なお、この事業は再開発と呼ばれることも多いが、都市再開発法の市街地再開発事業は計画されていない。なお、世田谷区は2012年2月2日、下北沢駅周辺開発に伴う道路用地、買収費として17億5100万円を計上した。 平成24年度一般会計当初予算案を発表した。玉川上水第二緑道上記の他にも、本地区には地区計画などが定められている箇所がある。下北沢駅周辺地区地区計画の区域と隣接する。狭い道路が入り組み、木造住宅がとて並ぶ地域であり、財団法人東京都防災、建築まちづくりセンターが、 震災復興町づくり模擬訓練を実施するなど、防災、防犯上の対策が特に求められている状況にある。世田谷区が1992年に決定した地区計画では、現在、土地利用の適正化、道路の整備、建築物の不燃化の促進、オープンスペースの確保等、修復型町づくりを進めながら、快適な居住環境の形成、 災害に強い市街地への誘導を図る。とされている。北沢五丁目と大原一丁目の各地内が範囲とされている。上記北沢3.4丁目地区計画の区域と隣接する。区域内には中小規模の小建て住宅や共同住宅が多いが、一部に近隣商業地なども見られる。詳細は大原を参照されたい。ありがとうございます。